スノーモービルルーマニアの発明家、アンリ・コアンダが1910年に作った空気圧を利用して推進する、原初的、スノーモービル。同じく1910年頃の凍結したミシシッピ川を走る、原初的、スノーモービルカナダのケベック州にて1962年の撮影。スノーモービル、2004年撮影。スノーモービルとは、一人、または、 二人乗りの小型雪上車である。積雪地域の日常的な交通手段として、用いられるほか、スキー場をはじめとする雪山での監視や、捜索救難、陶器のアウトドアレジャーなどにも広く用いられる。操舵装置として全部にソリを、駆動装置として後部に無限軌道を備えている。小座敷の座席と帽系のハンドルを備え、乗員の乗車姿勢は、オートバイなどの乗り物に近い。 雪や氷の上を走行できる。エンジンは 90cc 前後から 1000cc 近くの排気量機種まで存在する。サネヨシを重視した車種も製品化されている。カナダのジョセフ・アルマン・ボンバルディアは1922年にゴム製の無限軌道を駆動装置とし、ソリによって操作する現代のスノーモービルの基本構造を備えたものを開発した。 1936年に製品として完成させ、翌1937年から B7 と名付けられたスノーモービルの販売を開始している。このため、ボンバルディア社が本拠を置くカナダケベック州は、スノーモービル発祥の地と呼ばれることがある。武装スノーモービル戦闘用、スノーモービル RF-820 世紀初頭のロシア帝国では、無限軌道ではなく、 プロペラによって推進される動力、ソリ、アエロさんが独自に開発され、犬ぞりに代わる、陶器官の移動手段として用いられていた。第一次世界大戦及び第二次世界大戦では軍用型が開発され、中には、機銃や軽装甲まで装備した武装型までもが、陶器、氷雪上という運用上の大きな制限こそあったが、実用化されていた。 アエロさんは現在も運用されており、中には、ー音として、下記も使用できる水陸両用型もある。なお、ソ連軍と対峙していた、東部戦線のドイツ陸軍でも、類似の雪上車用、タトラ V855 が試作されたが、正式採用されなかった。道路交通法施行規則によると、カタピラを有する、自動車は、大型特殊自動車に該当するが、スノーモービルは、 内閣府告時により普通自動車として扱われる。従って、行動上を走行する場合は普通自動車免許、もしくは、準中型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許で運転でき、ヘルメットの着用は義務付けられない。行動以外でスノーモービルを運転する場合は、法律上の免許は不要であるが、 事故の防止や自然環境を保護を主眼とした講習が行われている。国立公園など乗り入れを規制された場所に立ち入ると懲役や罰金などの処罰を受ける場合がある。現在は形式認定を受けた製品は製造あるいは輸入されていないが2011年の豪雪を機に大規模な降雪で通行止めになった行動に限り所管の警察署に届け出を行えば 通行を認める、例外規定が設けられている。ありがとうございます。